日本ってあの、ちょっと前にあの、北朝鮮からミサイルが飛んできた時にアラートが鳴ってなんか日本中の携帯電話が音が鳴るっていう時代があったと思うんですよね。で、すげえ無駄って僕は思ってたんですけど、 で、あの、今は皆さん気づいたと思うんですよ。あれ超無駄だったよねっていう。<laughs> あれ何の意味もなかったよねと。<laughs> その、なんかさ、日本中でさ、なんか突然なんか電車の中とかみんなの携帯になりだしてさ、うぜーってなってたんだけど、で、もう今はなんか飛翔体が飛びましたって言ってるけどさ、ニュースでももうなんかあの、トップで扱われなくて、なんかまた打ったみたいで必要へーぐらいもう流されるわけじゃないですか。っていうぐらい、超どうでもいいことだったんだけど、要はあの当時って、その、情報が統制されて たんですよ日本の中で。まあ僕日本にいなかったので、その北朝鮮がミサイル開発をしていてずっと撃ってるっていうのはわかってるし、それは大して危険ではないっていうのは世界のニュースを見てわかっていたんですよ。要はアメリカもあれを本気にしてないし、要はその 核を作りましたよと。ほんで、ミサイルを撃つ能力はありますよと。なので、アメリカと交渉するっていうのをための実験をしてるっていうのは世界中分かってたので、それを日本に撃つことはないっていうのを、その海外のニュース見てる人たちはみんな知ってたんですよ。本当に来たら困るぞ。うん、来ないから。来なかったでしょなので、あの、日本人がミサイルが来るって言ってアラートを鳴らしてるっていうので、多分ね、あんま海外の人そのニュース知らないんじゃないかな。 てので、ただそれを、要はその日本の政府は、要は今その本当に落ちたら困るって書いてる人がいるように、本当に落ちる。だから危険である。なので、今は政府のその判断を支持しようっていう政治的な利用をしてたんですよね。要はその英語のニュース読まない人が日本人ほとんどなので、 で、結局その後、要はあの北朝鮮っていうのはそのならずもの国家だから、何とかしてあそこは敵対して潰すべきだっていうのは一応その自民党政権は言ってたんだけど、その後結局あのアメリカと北朝鮮は手組んじゃったんですよ。 ま、これ以上お互いに攻撃するのやめようよと。なので、その、北朝鮮と、要はアメリカと一緒に北朝鮮を攻撃するっていうポジションに、そのまああの、ジャイアンが北朝鮮を殴るって言ってるから、スネ夫としては、あの、そうだやれやれって言ってたんだけど、なんかジャイアンと北朝鮮仲良くなっちゃいましたと。そのせいで、今度はその、北朝鮮と日本が公式に交渉するルートがなくなっちゃったんですよね。 なので、その、拉致被害者とかの交渉っていうのが全く進まなくなっちゃったっていうのがあって、結局あの、そのミサイルアラートの結果っていうのは、拉致被害者と交渉するっていうのができなくしたっていう。ところで、その、拉致被害者を何とかしようっていう人たちにとってみては、すげえ無駄なことしたよねっていうことな気がするので。 もうちょっとその政府の人に騙されないで国民の人たちが、え、これその北朝鮮日本に撃つわけないじゃんと。で、北朝鮮は日本とかアメリカと敵対して戦争しようとしてるわけじゃないんだから、そこまで強行手段取る必要ないよっていうのを分かってる人が多かったら、そんなことになってなかったんじゃないかなと思います。